第2章「くせんはそれを知っての難題でしょうか?」。これは大事なことですが例えば越前屋さんのうちわの苦しいのを承知で早く行き着かせるように首に縄をつけて引っ張るようなこんな難題を吹きかけめえものでもありません。平次はその道の城とながら商人の駆け引きにはそんな悪辣なこともあろうかと想像したのです。 そんな手も考えられないことはございませんが愛の男3人も殺してこんな筋を立てるのは商人などにはできないことですなるほどな筋の良くない人間でもともかくも老人が3人までもそのために死んでいるのです私はやはり物取りのように思いますが 今となってはその物取りが一番恐ろしいございます。自分の娘の可愛らしさいじらしさに比べて若林様や当領がどんなに心配をしておられることかお上は座にもたまらぬ様子で次の場に滑り出ると声を殺して泣いてしまいましたお気の毒で何とも申し上げようもありません悪事の数も多い中で 人の子をさらったり、隠したり、あめたりするほどの悪事はねえ。しは始終そう申しておりやんす。よし、引き受けましょう。この悪党を退治して、見事お嬢さんとあとの二人を救い出しましょう。ありがたい親分。親分が引き受けてくだされば、娘の命は助かったようなもので。いやいや、向こうはこっちの手をみんな読んでいるが、こっちは。 向こうの出ようの見当もつきませんあんまり安心して油断のねえようにそれじゃあどうすればいいんでしょう親分はかりごとは密なるを要すというが待ってください旦那八おめえは縁側を見張れ<へ>八五郎が縁側へ出て行ってでっかい目を向くと平次は左右のからかみを払いました右手は空っぽ左手は 今しがた身を引いたばかりのおかみが誰も見るもののないままに座布団を引き寄せてひしと抱きしめたまま身を震わせて泣いているのです。平次はそのあわれな姿を見やりながら元の座に帰ると「ほっ野郎そんなところからのぞきやがって!」。縁側に頑張っていた八五郎が庭げたをつっかける隙もなく裸足のまま庭に飛び降りて狭い庭の突き当たり。 厳重な黒板塀の上の忍び返しの下に飛びつくのですどうした蜂平次が声をかけるまでもなく蜂五郎の手はもう塀の上の白いものをひっつかんで叩きつけると「畜生。それは庭ぼ機に手ぬぐいをかぶせたかかし人形でそれを叩きつけた蜂五郎が尻もちをついてキョトンとするのです「鬼のかいなでなくって残念だねしっかりしろよ蜂 平次は縁側から面白そうに笑っているのです第三章人を食った野郎だこんちくしょうめ八五郎は腹立ち紛れに手ぬぐいをかぶったほうきを庭石にたたきつけました腰の折れたほうきはぐしゃりとつぶれて何の抵抗もありません腹を立てるなよ八そのかかしのおかげで俺にはいろいろなことがわかったような気がする 平はッあっしもいろんなことが分かりやしたよ。八五郎も負けてはいません。何が分かったんだ草ぼうきは竹ぼうきより腰が強えとね。それから豆絞りの手ぬぐいはかかしにかぶせるにはもっていねえとね。バーカだな。くせ者の方じゃほうきをたたきつけられて顎の長えのは気が短えとかなんとか言ってるぜ。勝手にしやがれ。 まあ、怒るなよ、ハチ。おめえが飛んだ手柄を立てたわけは、おっかむりをした放棄と取り組んでいる間に、俺は相手の正体を見てしまったよ。驚くなよ。大の男が口なんか開いてみっともねえ。庭の塀の上のカかしはあれやくせ者の手で、あんな細工をする奴は、思いもよらねえところで、こっちを見張っているにちげえねえと思ったから、俺はあべこべに廊下へ出て、店の方を見張ったのさ。へえ。 するとそこまでは俺も気がつかなかったよつい鼻の先の何でもねえ小屏風の影に女が一人隠れてこっちの話をみんな聞いていたんだよへえ女がね気がついてひっけすといきなりその女を捕まえようとすると残ったのは屏風にかけた合わせだけ中身の女はお勝手に逃げ込んで大勢の中に入ってしまった星とらのお勝手と違って若い女だけでも六七人もいるから どれが立ちきしたちの,かのつけようもね豆ん中へ混ぜた豆のようなもんで見分けも手がかりもあれやしねえよマメん中に入った豆ねえへえめえこといったもんで感心してもつまらねえよところで旦那平次は主人万之助の方に膝を向けました「はいはいなんぞあの屏風にかけてある合わせはどなたのもんでしょう?」。 家内の不談義着のように思いますが主人万之助は無感激に答えるのですともかくも今までの話はみんな聞かれたと思ってください立ち聞きしたのは女でも相手のセモ者の耳に筒抜けに取り継がれるにちげえねえではどうしたものでしょう親分主人万之助は麹じ果てた顔をこわばらせるのです仕方がありやせん くせんの申し出のとおり三千両の金を苦面してお庭のお稲荷様に備えるほかはありません平治はしかと言い切るのでした第四章越前屋の主人万之助は急に黙り込んでしまいました小中の玉の娘お春を助けるために越前屋ののれんをぶってもいやいや自分の命を投げ出しても 三千両の大金をを生み出しししたいい。気持ちでしょう。しばらくお買っておかしてくおてださい平治はそう言って廊下続きをお勝手へ出ると何とはなしにその辺りを見渡しましたこの広いお勝手は2三3 0人の店のものを賄うほかに掃除万端客の応対洗濯からお針まで引き受けるとなると6人や7人でも決して多いとは言えません。 これだけの女ががいいると平時もさすすに面らま若いの若くないのそして老いたる者に至るまでさすがに大棚の方向人で身なりも折り鏡も一通りですがこの中からさっきちらりと見かけた女を探し出すことなどは思いもよりません。おや銭形の親分さん。声をかけられて 平は凛としてはおりますが怪しく生めかしい声ですおい道房長の師匠かそれは越前屋へ自分の家のように出入りしている道房長の踊りの師匠米花の明るい顔だったのですなんかご用親分俺が顔を出すのはどうせろくなことじゃねえよそういう師匠は。 お嬢さんの様子を聞きにあれから三度も参りましたよ。うちへおっても何にも手につかないし越前屋さんのご夫婦のことを考えると私はじっとしてもおられません。もっともなこったな。なんかいい話はないでしょうか親分このままにしておかれると私はもう息が詰まりそうでやりきれない。師匠の久米花はそう言ってやけに胸をたたいたり。 居住まいをしたりすするのです無理もねえがまだ何にも分かったわけじゃねえ心細いわねでも銭形の親分が引き受けてくだすったそうだからいずれ何とかしてくださるでしょうと越前屋のご夫婦も安心はしていらっしゃるようだけれどところでついましがたご主人の部屋の方から廊下伝いにおかって戻ったものはねえだろうかさあ女には違えねえが 若いかかかかいをっってるかの見当もつかなかったが、「私はここにいてご飯時もおはりのおばさんと話し込んでおりましたが誰も入ってはこなかったようですよ」「見るとその辺りをうろうろしているのは十六七の小娘が2人久米花とおはりのおばさんとほかに井戸端へせわしく往来する中年女が2人どの顔にも邪念などはありそうもなく」。 平は途方に暮れました。こうして目の前を往来する毛陵さえも今の平治にはつかみようがなかったのです「親分ここでしたか」飛び込んできたのは少し慌てた八五郎でした「どうした八いい手があるやせよこごめくすわきなんとかをくらえだ小判と見せかけて石っころでも詰めるんですね」。あたり構わずわめき散らす八五郎です。 「蘭輪漁食,食第一章」「その晩から明くる日の夕方まで越前屋の主人万之助は家にも寄りつかずに奔走しました」「三千両という大金の工面であることは平時にはよく分かっております」娘「娘お春の命を助けたさのそれは必死のあがきだったでしょう」とにもかくにも 明くる日の三月十七日の夕方になると何やら重いものを籠で持ち込み越前屋の番頭の宗三郎筆頭第一の手代菊松に手伝わせて三つの千両箱を調べたのはそれはもう世に行ってからでした。一方八五郎と平治は金の感情には加わらず越前屋の店の内外からあらゆる情報を集めて。 時々用意の一間に顔を合わせてその世の相談に余念もありません。